かでつなげないとどっちのタイトルも取れないですよ。そうね、はい、何の一曲ドラマ8番、ここの親だけは、ここの親だけは弾けない。この親番はもう折りなしでいいんじゃないですかね。そうですね、2019シーズンにチームに加入し衝撃的なデビュー、昨年ももうその猛威を振るった堀慎吾、今季もここまで最後の最後まで粘ってきましたが、ここで脱落になってしまうのか。まあね、あくまで、タイトル争いの脱落なだけでね、チームはね、まだセミファイナル10名いけそうですからね、まだまだ優勝を目指していけるところですからね。まあ多いとしては、うん、チームも今いい感じですし、この親しっかり流してやるぜと。あのね、はい、大井さんからすると、相手堀さんだけじゃないですよ。だから大井さんがラスになってしまうと堀さんに逆転されるんですけど、はい、もし堀さんがラスになっても、2敗の人ってまだ2人いるんですよ。そういうことか、水原さんと白鳥さんがねまだ2敗いて、この2人にもそうするとタイトルのね、大井さんが1回ラス食うことによってタイトルの可能性が出てくると。1人振り払っただけってことですね、もしこのまま終わったとしたら。そう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 、うんうんうん、ただ試合数が大井さんの方が多いので、はい、1回のラスは許されるっていう風になるだけでね。どこまでも続くこのあり地獄のような個人タイトルの最終直線です。本一も見たいのかな。いや違う、これもこうつてでいくわよと。3万切りって不思議だね。何か数層に感じてるんじゃないですか。トップ目って曲を回しに行くもんなんじゃないの、マージャン。藤崎さん、はい、今更もう黒沢さんにそのあれはないですよ。そんなだって、はい、ダブトンあったら泣くもんじゃないのって言ってるのもんですよ、それは。ダブトンあったら泣くもんでしょう。だって私はいいのよってことですよ。あ、そうですか、はい。さあ両面選択、シンプルにスチーピン払い、端っこの方のイースーソリアムーマンも残します。おお、このローピンチーはなかなか辛めのチーだぞ。大井高春、そんなにも堀さんにラスを押し付けたいのか。これウッパーマン払うってことないですよね。ピリ辛高春、もうこれはかわして一本と。そうですね、うひゃー、もう堀の親は連チャンさせないぞと。ただチューン一枚切れなんだよね。そうなんです、これあ、来た一緒の点。チューンを待ちにしたいんですよね、大井さんとしてはね。チューンポンは多分望んでないと思うんですよね、うん、チューンポン点は望まぬ天敗。いやおかしいね、ドラパーマンでウッパーマン払いですもんね。ウッパーマン払いおかしいね。こっちに出ると思うんですけど、ポンって言わざるを得ないんだけど。さあサブロソ先輩望んでないよね。もうこれ堀は来ますからね、うん、自順すぐにでもリーチですよ。これ自順リーチ、ここでリーチありますよ。ここでリーチある。しゃあ、ただあのリーチがあるのを見越してるからウッパーマンじゃなくてサブロソなんですよね、っていうことなんでしょうね。これこういう、あーリーチだ。今度は秋と大井で攻めてきたぞ堀。でも大井はこれ秋が来たなら任せようもあるんですよね。何でっぱあるんですか。現物待ちだ、行った。まあ小さちょっと早いけど、現物がないんじゃないですか。ない、筋のリャンピンがあるだけ、はい、だから現物がなくなるから多分チューンをお待ちにしたかったんですよね。はい、秋はリャンウーマンバーマン、危ない。ドラか、ドラ、これはいかないか。これは策士、ちょっと策に溺れましたね。さすがにリャンピン見てよ。うわすごい、あーいい表情になってきた。いいじゃないか、大井高春ウッパーマン払い、パーマン掴んでしまったが簡単には引かねえぞ。かっこいいっすね。まあ安全牌がないってことだよね多分ね。お
降りきれないんなら勝負だと。二階堂脇のリーチを受けても簡単には引かない大分カール。こう馬は赤が残ってるですね。ほう、リャンマンが1、ウーマンが1ですね。これでじゃパーマン通っちゃって、これリャンウーマンワンチャンスなんで、おい、これいきますね。来た、この人が来た、スッチーマンだ。大井さんにとっては恐れてる人が来ましたね。来ましたね。あ、スッチーマンも2枚ある。2対2対、じゃあサブローさんが一番いいのかな。いや、そんなこともないか。スーマン、これは打てないよ。でも打つ愛がない、堀に対して1個もない。藤崎さん、1個もない。本当だ、数万いっちゃうかも。いった、一発だ。1万2000だ。1万2000、リーチ一発、ピンフドライチ1万2000。堀の大逆手、これまた大井が3番手まで来ましたよ。こんなに面白いゲームやっていいんですか。違う、4番手だ。